黒木さんが。ああ、やっぱり仮面夫婦はもろかったな。なんとか亮君の気持ちを取り戻そうとはしているが、結局あれから離婚していることを知られてしまったらしい。亮君はどうしてもホテルに戻ると言い合って父親と一緒に帰ってきた。嘘つき、お父さんも母さんも嘘つき、大嫌い。よう、結婚式？嘘だろ。二人はいつからそんな関係？知らなかったな、おい。ボケてますね。ツッコミ。はい。そっか。じゃあ二人の結婚式に俺も参加しなきゃなんないな。いやでも最後の日は二人でいいよってあいつから言われてるしな。妄想突入しました。姉ちゃんが二人で過ごそうって。そんなこと。言わん言わん。てかもう待って、真面目に話そう。ね、私たちの結婚式なわけないでしょ。やつと鉄に決まってんじゃん。そんなこと分かってるくせに。おかしくなりました。私はね、やっちが鉄に対してなんかこう踏み出せないでいる感じが分かるから。分かるから。だからこの子結婚式みたいなね、こうなんかこんなことするのいいんじゃないかなと思って。ほら、そうすれば私たちの記憶にも強烈かつ猛烈にね残るんじゃないかなと思って。鉄さん。ね、鉄。引きこもんないで。鉄。戻ってきました。真面目に話そうよ。じゃーん。やすこちゃんは鉄。そこまで。よめ。まあいいや。え、じゃあなんてなんて。どこですか。ちょっとな。やすこちゃんは鉄也ちゃんのことが今でも大好き。おお。ね。これってさ、これって二人はうまくいったってことだよね。うまくいったってことじゃない、ってことはもうこっぱずかしい結婚式なんてする必要ないない。あれ？どうした？結婚式しないんですか？あ？どうしよう。ああ。ああって何？あって何よ？どうした聞くも。本当のことを教えてほしいんだ。お世話係のおばさん、お父さんを連れてきてくれたから知ってるんでしょ。お父さんは何してたの。黒木さん、黒木さんですよね。お父さんは何も話してくれない。僕本当のこと知りたいんだよ。どうして話してくれないの。ねえ、どうして。お父さんはね、よ、お父さん会社辞めたんだ。いや、辞めさせられて、それから何もかも嫌になってしまって。黒木さん、働かずにいたら住んでたところを追い出されて、それからあちこち転々として、そのうちお金もなくなってしまってな。何もかもなくなってしまった。最後は公園で寝泊まりしてた。一体何してたんだろうな。お父さん、情けないな。ごめんな。よ、10年という月日を超え、再び現れた東洋航空402便が明日また10年前の世界へと引き戻されてしまう。どうしようもない現実を前に、最後に人は何ができるだろう。どうぞ。人は何かを変えることができるだろうか。僕、お母さんのところに行く。お母さんのところに行くよ。そうだな。この番組はサントリー
ニベア、ホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。明日の夜、俺たちが10年前に引き戻された時点で誰かが何かしらの SOS を送信して、それを俺が操縦席で受信できればいいんだよ。それは402便がマイクロブラックホールに接触する以前ということですよね。そう、例えば3分後に高度を落とせとか、そういうメッセージでいいんだ。そうすればたとえ俺が記憶をなくしても、マイクロブラックホールを避けて乗員乗客を救える可能性が出てくる。問題はその SOS をどうやって発信するか。うん、俺はこういうことに関して詳しくないから、素人だからな。笑うなよ、絶対に笑うなよ、真剣だから。はい、この本に書いてあったんだけど、先進波通信っていうのはどうだろう。笑うなっつったろ。あ、いやいや違うんです。僕も同じことを考えてて。過去に向かって進む先進波を使った通信方法ですよね。僕もその考えをもとにここまでやってみたんです。何これ。送信機の設計図です。送信機？10年前に引き戻される瞬間にこれを使ってメッセージを送信して、引き戻された後の俺がそれを受信できればいいのか。ええ、はあ、じゃあこれを作れば。いえ、たとえこれを作ったとしても結局無理だってことが分かったんです。もともと先進波はとても弱い波で、通常なら影響力の強い遅延波にかき消されてしまうんです。いや、何を言ってるのかよく分かんないんだけど。諦めたんです、僕は。諦めました。本当にいなくなるんでしょうか。402便の乗員乗客が再び10年前に引き戻されてしまうなんてこと。できれば会ってほしくないと思ってます。でももしそうなったとしても諦めないでいようと思ってます。神様ではないので全ての人の運命を変えることはできませんが、私は最後までせめて自分自身に対しては何があっても最後まで諦めないでいようと思ってます。もう一度話してみたらどうですか。このままお別れしてもいいんですか、黒木さん。何を話せば。これまでのことはもう。これまでのことではなくて、これからのことです。おばさんね、お世話係だったから本当のこと知ってんだ。お父さんが公園で何してたか。公園で寝泊まりしてたんでしょ。それは生きるためだよ、生きていくためだよ。この10年りょうくんがいない間、お父さんはねずっとりょうくんのことを思ってたんだよ。お父さん約束しな。これからはな、寮に恥ずかしくない生き方をする。それがお前と会えた証だから。いつか
つかまた会える日が来たら、その時は胸張って会いに行くからな。お父さん。諦めました。あと一日ですから。今はその一日を大切に過ごそうと思ってます。写真普通拾ってみるだろ。なんだお前ここに。鉄に話があるから待ってたんだよ。ほら見て見て。おーかわいいって何なんだよ。思い切って調整してみようよ。いやあいつはそういうこと望んでないだろ。わかんないよ、望んでるかもしんないよ。いやないな、結婚式だろ。いやそんなあの大げさなことじゃなくていいのよ。あの二人の幸せを祈ってやつと鉄を囲む会でいいからさ、ってお願い。んーけどな、聞く坊瑠璃子さんに頼みに行ったんだよ。え、二人の結婚式するからピアノ弾いてほしいって。はあ、瑠璃子さんだったらきっと素敵なピアノ弾いてくれるんじゃないかって二人のためにお願いしに行ったんだよ。自分で弾くってことは考えなかったな、あいつ。いや、そういうやつなんだよ、菊坊は。なんかこうストレートじゃないっていうかさ。いやけど考えてみて、多分ここずっと何年もの間半径500メートル以上外に出たことがなかった菊坊がよ、二人のために外に飛び出したんだよ。キクボーにとってはきっとすごい決心だったと思うの。そりゃちょっとずれてるし、なんか先走っちゃってるけどすごいんだよ。すごいことなんだよ。私はそういうキクボーの気持ちも無駄にしたくないの。だからお願い、二人の結婚式、二人の幸せを祈ってヤツと鉄を囲む会お願いします。こちらこそお願いします。え、いいよやろうよ。あいつが嫌だって言うんだったら俺が文銀高島でやってるよ。それはちょっと。俺は菊坊の気持ちを無駄にしたくないっていう、お前の気持ちも無駄にしたくないからな。鉄、一緒に消える客室乗務員がお前でよかったよ。人のことばっか考えてさ、そういうお前で。うん、私も操縦席に座ってるのが鉄でよかったって思ってるよ。ありがとう鉄。何俺言ってんだよ。あのヤチと鉄を囲むかい、よろしくな。おお。え、ピアノ頼まれたんです。だからせっかく誘ってくれたのにごめんなさい。ああうん、いいよいいよ、気にしないで。夜はダメなんですけど昼間なら。え、大丈夫なんですけど。いいの。なんだよかった。結婚お祝い会のも行きます。よかったらお兄さんも誘って。あ、いや兄貴は家族会のことで忙しいと思うから。最後まで家族会のお仕事あるんですか。うん、多分ね。でも俺はそういう兄貴すごいなって思うよ。昔からそうだったんだよ。クラスでも学級委員とか任されちゃうようなタイプでさ、10歳年取ってもほんと変わってなくて、家族会会中引き受けて真面目に取り組んでみんなのために走り回ってる。そういうのなかなかできないことだと思うし、俺はそういう兄貴見てて偉いなって、尊敬してるんだ。日向啓太さんと桐島愛さんは最後の日を都内で二人で過ごすと言ってました。何かあったら連絡が入ることになってます。これ頼まれていたチケットです。あ、すみません。あ、中竹さんが柚子子さんと二人でお笑いのライブに来たりっていう、後で渡してきます。うん、あとほら、後藤瑠璃子さんのところは、お母様は瑠璃子さんの意思に任せると言ってコンサートを延期という形にしたようなんです。まあ、でもどう過ごされるかは。前泉さん、長崎にいるご家族に呼ばれたので切符の手配をお願いします。今からですか。ええ、
カイさんは行かれるんですか？私が行かなくて誰が行くんです？早く手配してください。カイさん、カイさん、あの弟に尊敬してると言われました。家族会会長として頑張ってると。私も甲斐さんは本当によくやってくださってると。私は尊敬されるような人間じゃありません。よくやっているように見えるとしたら、そういうふうに見せてるだけです。私は自分のことしか考えてません。私が皆さんに悔いのないように時間を過ごしてほしいと思ってるのは、皆さんというより自分のためです。できる限り穏やかな別れ方をしてくれと願ってる。それはその後残された家族に振り回されるのが私だからです。真っ平なんです。うんざりなんですよ。内心うんざりしてるんです。皆さんが消えた後、また10年前と同じことが待ってると思うと。甲斐さん、最後の日は家族会会長の役目を降りられて、どうか弟さんと過ごされてください。長崎には私が代わりに行きます。私が行きましょう。長崎のご家族の意向は自分が直接伺ってきますよ。本部長、ずっと気になっていました。家族会会長を任されたために、あなたの時間は10年前のまま止まってしまったのではないかと。それに対しては申し訳なく思っています。東洋航空の人間としてではなく、一人の人間として何もできなかったことをお詫びしたい。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。君ももう下がっていいよ。402便が再び消えた後は大変な騒動になるだろう。そうなると君のことだから、また駆けずり回ることになる。それまでは課長に任せておけばいい。ああ、お疲れ様。お疲れ様。でよろしかったんですよね。一緒に行こうって誘ったんですけど。あの、サインをお願いしてもいいですか？煙突お茶子のサイン。いや、でもそんなサインとかないもん。じゃあ後で2人で書いとこう。顔にします。ももちゃん、お母ちゃんのこと頼んだよ。任せてください。私は忘れません。世間が誰一人覚えていなくても、私にとって煙突お茶子はお笑いナンバーワンです。モモありがとう。金高島だ。いや、みんなで楽しくワイワイやろうよってことなんだけどね。あの、ヤチと鉄を囲む会みたいな。誰が言ったの？言い出したのは秋かな。やっぱね。お前は嫌だろうけどな。いいよ。やっぱり。いいのか？秋はね、
自分が消えてしまうって知った時、私のことを考えてくれたの。それまでは私がヤチのそばにいて、ヤチの残された時間を最高に素敵な時間にしてやるよ。アキが考えたことなら、その気持ちに応えなきゃ。ちょっと分金高島だ、どうかと思うけど、まあ、いいんじゃない、みんなでワイワイ楽しくやるの。楽しくやろうよ。本当？ヤチ OK だって。あ、じゃあ、あのルリコさんも。あ、ルリコさんもさ、あと他にも誰か呼んで、ね。あ、明日はさ、絶対に盛り上がろうね。あえて口にはしなかったけれど、それは暗黙の約束だ。笑顔で最後の時を過ごすということ。いただきます。大切な二人のその笑顔がもうすぐ見られなくなるかもしれないと思いながら、私ができることは最後のその瞬間まで笑顔でいるということ。あんたたち何がそんなに楽しいの？たかがチャーシューで何がそんなにおかしい？いや、何なのこの人は。いや、すいません。最後は二人で出かけたいって。そんなの違うよ。もうやつとてつ二人きりにさせてあげんの。じゃあね、行ってきます。ちょっと頑張ってな。なんだよそれ。何、やつとてつを囲むかい？やつとてつが全部用意するってこと？ね、まあ、まあいいんじゃない。あ、電話電話。はい、木内さんと連絡が取りたいんですけど。先進派という考え方をご存知ですか？はい。マクセルの電磁方程式から想定される時間軸を逆向きに進む波のことです。これはその先進派に乗せた危険を知らせるメッセージを発信する送信機です。作ったんですか？考えたのは弟です。弟に何もしてやれなかった。せめて最後にあいつが一生懸命考えたことを形にしてやりたかったんです。これを使って10年前に引き戻される瞬間に402便にメッセージを発信すれば、もしかすると一緒に時空を超え、マイクロブラックホールに遭遇する前の402便に届くかもしれないです。発信する電磁波が非常に微弱なため、距離があるところから飛ばせません。しかし長崎空港の格納庫にある402便に乗り込み、引き戻される瞬間に操縦席でスイッチを押せば、もしかしたら9時32分引き戻される瞬間です。うまくいく可能性はないに等しいかもしれませんが、運命の時間まであと5時間半、長崎空港に向かってくれませんか？ウェディングケーキ。どこに行ってもお待たせ。何買ったんです？内緒。どうしたの？なんか怒ってるみたい。考えてたんです。何を？消えるにあたって一つお願いがあります。は、何でしょう？10年前に引き戻された時点で記憶も何もかもなくしてしまうって。あ、この世界で過ごした思い出も何もかも。大丈夫だよ。
私は絶対に忘れてください。僕のことは、この僕のことは思い出さないでください。忘れてください。なんでそんなこと言うの？次に会うときに恋に落ちるためです。次に会うときはきっと僕は今よりずっともっと楽しい日々を送れる男になっています。それまではありがとうって言葉も、アキさんと過ごした時間が大好きだったってことも口が裂けても言いませんから。さよならも言いませんし。次に会うとき、今よりもずっといい男になってる菊坊に会えるなんて楽しみだな。消えちゃうのが本当怖くなくなったよ。楽しみだな。アキさんにも誘っていただいて、私なんて場違いじゃないかと思ったんですけど。いえ、みんなで楽しくやろうってことですから。アキさん、ずっとこちらに？え、そうなんですよね。いなくなると寂しくなるわね。でも、思い出いっぱいできましたから。今夜が最後の思い出ね。そこでね、一緒になっちゃった。お母さん。なんかあんまり結婚式っぽくないですよね。え、結婚式？え、結婚式？え、結婚式って誰のですか？あの、皆さん実はですね、10年前ヤチとテツ。おかえり。こっち。ちょうどよかった。改めまして、10年前ヤチとテツはですね、結婚というちぎりを交わした間柄であったのです。そんなちぎりでした。ところがですね、402便が突然消息を絶ち、二人の仲は引き裂かれてしまったのです。というわけで、今日は、すまん、悪い、長崎に行くことにした。え、申し訳ありません。俺、これから長崎空港に向かいます。では、整えます。お願いします。今の科学で我々が使用できるのは、発信してから時間を置いて受信する遅延波の電磁波のみだ。あんな先進波なんて。木内さんは引き受けてくれました。無理かもしれないことを承知の上で。あいつなら引き受けるだろうな。バカな男だから。無駄なことかもしれない。でも、やれるだけのことはやってみようと思います。俺たちの運命はもうすでに決まってて、もうどうにもならないことなのかもしれません。けど、諦めたくないんです。俺は最後まで諦めたくない。諦めたくないんです。すいません、なんかせっかくこんな風に集まっていただいたのに。すいません。やっち、姉ちゃん、やす子、ほら急がないと時間ないから。ああ、すいません。
申し訳ありませんでした。あ、すいません。ごめんな。え？一瞬過ごすって約束破ってごめんな。いいよそんなの、ほら早く乗った。お願いします。忘れ物？肝心なこと伝えてなかった。え？俺はお前が好きだ。10年前のお前じゃなくて今のお前が好きだから。38のお前が好きだからな。じゃあな。行くぞ。行かないで。あの、私も肝心のこと言ってないから。ありがとう。402便のこと最後まで諦めないでくれてありがとう。会えてよかった。一緒に過ごせてよかったよ。神様はサイコロ振らなくても自分の運命は自分で選び取ることができる。この10日間で私そう思ったから。きっと何か変えることができるよ。運命は変わる。変えることができる。信じてる。ああ、よかった。10年後のお前を好きになれてよかった。また会おうな。今度こそ受け取れよ。おい、指。それいつ買ったの？10年前。やっぱりね。お前にとっては10年前でもな、俺にとっては。そういうことじゃなくて、もう10年前のは消えちゃうんでしょ、うん、しょうがないな、考えてなかったでしょ。どうしよう。もういいよ、時間ないから。早く、早く。消えても。忘れないよ。うっす。うっす。さよなら。
日向啓太さんと霧島愛さんは東京タワーに行くって言ってた。それで瑠璃子さんはお母さんと一緒にドライブだって。そっか、悪いことしちゃったな。私たちはじゃあ散歩でもしよっか。うん、そろそろ時間だし。じゃあな、菊坊。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。この辺は10年前とあんま変わんないね。うん、あ、でも駅前はすっかり変わっちゃったかな。そうだね。うん、なんかさ、ネイルサロンっていうのがあったね。こうほら、弓にこうベタベタ塗って、あのなんかこうキラキラさせてるやつ。あ、やりたかった。いや、私はちょっとやりたいんだよ。ちょっと行ってみよっか。まだやってるかな。どうだろう、ちょっと見てくんね。うん、お母さん、いっぱいいっぱい話したいことがあったのに、あまり話せなくてごめんね。お母さんは鬱陶しく思ったり、うんざりしたりもしたけど、私はお母さんの娘で、よかったと思ってます。世界でたった一人の、私のお母さんへ。たった一人の娘、瑠璃子より。大好きだよ、お母さん。
当然。背景、真由泉様。10年前の世界より突然現れ、いろいろご苦労をおかけしました。私亡き後の真由泉様の心中をおもんばかり、この手紙をしたためております。どうか気を落とさないでください。この世の中、何が起きるか分かりません。402便の乗員乗客はどこか別の世界で別の人生を生きていないとも限りません。私はそこでは5人くらいの子供を抱え、ひ弱な亭主の尻を叩きながら元気に生きているのです。いえ、きっとどこかで生きています。うめえ、父ちゃんと遊んじゃダメだよ。まずだから、どうか真由泉様も平成の今、その時代のその世界でどうか元気に生きていってくださいませ。それが私たちの出会いと別れを輝かしいものにするのですから。何もらったの？これ、アキからのプレゼントでしょ。推進、頑張れよ、キクボン。高林明、そして奇跡の10日間は終わった。私のごく普通の日常が戻ってきた。これといって大きな変化は起きてはいない。回収された送信機を調べたところ、受信記録は残っていませんでした。やはり失敗に終わったようです。そうか。それでも私は信じている。どうしようもない出来事に出会ったからといってやり過ごさず、きちんと向き合うことで何かが変わる。402便が10年後の世界にやってきた、あの10日間が私を変えたように。しかし私の理論によれば、402便の残骸が発見されるはずだ。それが見つかっていないということは、どこかで生きているかもしれない。ああ、我々とは別の歴史、別の人生をたどったもう一つの世界、パラレルワールドはあるのかもしれないね。何かが変わると信じている。姉ちゃん。おー、おかえり。どうだった、姉ちゃん。あーじゃなくてさ、なんてちょっと。帰ろう、一人で帰ろう。
この番組はサントリーニベアホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。先走っちゃってるけど、すごいんだよ、すごいことなんだよ。私はそういう菊坊の気持ちも無駄にしたくないの。だからお願い、二人の結婚式、二人の幸せを祈って八千と哲を囲む会お願いします。こちらこそお願いします。え、いいよ、やろうよ。あいつが嫌だって言うんだったら俺が文銀高島でやってるよ。それはちょっと、俺は菊坊の気持ちを無駄にしたくないっていう、お前の気持ちも無駄にしたくないからな。哲、一緒に消える客室乗務員がお前でよかったよ。人のことばっか考えてさ、そういうお前で。うん、私も操縦席に座ってるのが鉄でよかったって思ってるよ。ありがとう鉄。何俺言ってんだよ。あの、ヤチと鉄を囲む会よろしくな。おお。え、ピアノ頼まれたんです。だからせっかく誘ってくれたのにごめんなさい。ああ、うん、いいよいいよ、気にしないで。夜はダメなんですけど、昼間なら。え、大丈夫なんですけど。いいのなんだ、よかった。結婚お祝い会のも行きます。よかったらお兄さんも誘って。あ、いや、兄貴は家族会のことで忙しいと思うから。最後まで家族会のお仕事あるんですか。うん、多分ね。でも俺はそういう兄貴すごいなって思うよ。昔からそうだったんだよ。クラスでも学級委員とか任されちゃうようなタイプでさ、10歳年取っても本当変わってなくて、家族会会長引き受けて真面目に取り組んで、みんなのために走り回ってる。そういうのなかなかできないことだと思うし、俺はそういう兄貴見てて偉いなって、尊敬してるんだ。日向啓太さんと桐島愛さんは最後の日を都内で二人で過ごすと言ってました。何かあったら連絡が入ることになってます。これ頼まれていたチケットです。あ、すみません。あ、中竹さんが柚子子さんと二人でお笑いのライブに来たいっていう、後で渡してきます。うん、あと、ほら、後藤瑠璃子さんのところは、お母様は瑠璃子さんの意思に任せると言ってコンサートを延期という形にしたようなんです。まあ、でもどう過ごされるかは。前泉さん、長崎にいるご家族に呼ばれたので切符の手配をお願いします。今からですか。ええ、甲斐さんが行かれるんですか。私が行かなくて誰が行くんです。早く手配してください。甲斐さん、甲斐さん、あの、弟に尊敬してると言われました。家族会会長として頑張ってると。私も甲斐さんは本当によくやってくださってると。私は尊敬されるような人間じゃありません。よくやっているように見えるとしたら、そういうふうに見せてるだけです。私は自分のことしか考えてません。私が皆さんに悔いのないように時間を過ごしてほしいと思ってるのは、皆さんというより自分のためです。できる限り気を越え、再び現れた東洋航空402便が明日また10年前の世界へと引き戻されてしまう。どうしようもない現実を前に、最後に人は何ができるだろう。どうぞ。人は何かを変えることができるだろうか。僕、お母さんのところに行く。お母さんのところに行くよ。そうだな。
この番組はサントリー、ニベア、ホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。明日の夜、俺たちが10年前に引き戻された時点で誰かが何かしらの SOS を送信して、それを俺が操縦席で受信できればいいんだよ。それは402便がマイクロブラックホールに接触する以前ということですよね。そう、例えば3分後に高度を落とせとか、そういうメッセージでいいんだ。そうすればたとえ俺が記憶をなくしてもマイクロブラックホールを避けて乗員乗客を救える可能性が出てくる。問題はその SOS をどうやって発信するか。うん、俺はこういうことに関して詳しくないから、素人だからな。笑うなよ、絶対に笑うなよ、真剣だから。はい、この本に書いてあったんだけど、先進波通信っていうのはどうだろう。笑うなっつったろ。あ、いやいや違うんです、僕も同じことを考えてて。過去に向かって進む先進波を使った通信方法ですよね。僕もその考えをもとにここまでやってみたんです。何これ。送信機の設計図です。送信機？10年前に引き戻される瞬間にこれを使ってメッセージを送信して、引き戻された後の俺がそれを受信できればいいのか。ええ、はあ、じゃあこれを作れば。いえ、たとえこれを作ったとしても結局無理だってことが分かったんです。もともと先進波はとても弱い波で、通常なら影響力の強い遅延波にかき消されてしまうんです。いや、何を言ってるのかよく分かんないんだけど。諦めたんです、僕は諦めました。さあ行こうか。本当にいなくなるんでしょうか。402便の乗員乗客が再び10年前に引き戻されてしまうなんてこと、できれば会ってほしくないと思ってます。でももしそうなったとしても諦めないでいようと思ってます。神様ではないので全ての人の運命を変えることはできませんが、私は最後までせめて自分自身に対しては何があっても最後まで諦めないでいようと思ってます。もう一度話してみたらどうですか。黒木さんが。あ、やっぱり仮面夫婦は脆かったな。なんとか亮君の気持ちを取り戻そうとはしているが、結局あれから離婚していることを知られてしまったらしい。亮君がどうしてもホテルに戻ると言い合って父親と一緒に帰ってきた。嘘つき。大嫌い。はい、よう。結婚式？嘘だろ。二人はいつからそんな関係？知らなかったな、おい。ボケてますね。ツッコミ。はい。そっか。じゃあ二人の結婚式に俺も参加しなきゃなんないな。いやでも。最後の日は二人でいいよってあいつから言われてるしな。もうすぐ突入しました。姉ちゃんが二人で過ごそうって。そんなこと言わん言わん。ていうか、待って、真面目に話そう、ね、私たちの結婚式なわけないでしょ。やつとケツに決まってんじゃん。そんなこと分かってるくせに。おかしくなりました。私はね、やっちがテツに対してなんかこう踏み出せないでいる感じが分かるから。分かるから。だからこの子結婚式みたいなね、こうなんかこんなことすればいいんじゃないかなと思って。ほら、そうすれば私たちの記憶にも強烈かつ猛烈にね残るんじゃないかなと思って。テツさん。ね、テツ。引きこもんないで。テツ。戻ってきました。真面目に話そうよ。じゃーん。ん？やすこちゃんはテツ。そこまで。よめね。あまあいいや。え、じゃらん。なんてなんて。どこですか。ちょっとな。
安子ちゃんは哲也ちゃんのことが今でも大好き。おお、ね、これってさ、これって二人がうまくいったってことだよね。うまくいったってことじゃない、うん、ってことはもうこっぱずかしい結婚式なんてする必要ないない。あれ、どうした？結婚式しないんですか？あ、どうしよう。あって何よ。どうした聞くも。本当のこと教えてほしいんだ。お世話係のおばさん、お父さんを連れてきてくれたから知ってるんでしょ。お父さんは何してたの？黒木さん、黒木さんですよね。お父さんは何も話してくれない。僕本当のこと知りたいんだよ。どうして話してくれないの？ねえ、どうして？お父さんはね、りょう、お父さん会社辞めたんだ。いや、辞めさせられて、それから何もかも嫌になってしまって。黒木さん、働かずにいたら住んでたところを追い出されて、それからあちこち転々として、そのうちお金もなくなってしまってな、何もかもなくなってしまった。最後は公園で寝泊まりしてた。一体何してたんだろうな。お父さん、情けないな。ごめんな、リオ。10年という月、穏やかな別れ方をしてくれと願ってる。それはその後残された家族に振り回されるのは私だからです。真っ平なんです。うんざりなんですよ。内心うんざりしてるんです。皆さんが消えた後、また10年前と同じことが待ってると思うと。甲斐さん、最後の日は家族会会長の役目を降りられて、どうか弟さんと過ごされてください。長崎には私が代わりに行きます。私が行きましょう。長崎のご家族の意向は自分が直接伺ってきますよ。本部長、ずっと気になっていました。家族会会長を任されたために、あなたの時間は10年前のまま止まってしまったのではないかと。それに対しては申し訳なく思っています。東洋航空の人間としてではなく、一人の人間として何もできなかったことをお詫びしたい。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。君ももう下がっていいよ。402便が再び消えた後は大変な騒動になるだろう。そうなると君のことだから、また駆けずり回ることになる。それまでは課長に任せておけばいい。ああ、お疲れ様。お疲れ様。でよろしかったんですよね。一緒に行こうって誘ったんですけど。あの、サインをお願いしてもいいですか？煙突お茶子のサイン。いや、でもそんなサインとかないもん。じゃあ後で二人で書いとこう。カホにします。ももちゃん、
お母ちゃんのこと頼んだよ。任せてください。私は忘れません。世間が誰一人覚えていなくても、私にとって煙突横着はお笑いナンバーワンです。モモありがとう。金高島だ。いや、みんなで楽しくワイワイやろうよってことなんだけどね。あの、ヤチと鉄を囲む会みたいな。誰が言ったの？言い出したのは秋かな。やっぱね。お前は嫌だろうけどな。いいよ。やっぱり。いいのか。秋はね、自分が消えてしまうってした時、私のことを考えてくれたの。それまでは私がヤチのそばにいて。このままお別れしてもいいんですか？黒木さん。何を話せば。これまでのことはもう。これまでのことではなくて、これからのことです。おばさんね、お世話係だったから本当のこと知ってんだ。お父さんが公園で何してたか。公園で寝泊まりしてたんでしょ。それは生きるためだよ。生きていくためだよ。この10年亮君がいない間、お父さんはね、ずっと亮君のことを思ってたんだよ。お父さん約束しな。これからはな、寮に恥ずかしくない生き方をする。それがお前と会えた証だから。いつかまた会える日が来たら、その時は胸張って会いに行くからな。お父さん。諦めました。あと一日ですから。今はその一日を大切に過ごそうと思ってます。普通拾ってみるだろ。なんだお前ここに。鉄に話があるから待ってたんだよ。これ見て見て。うわ、かわいいって何なんだよ。思い切って調整してみようよ。いや、あいつはそういうこと望んでないだろ。分かんないよ、望んでるかもしんないよ。いや、ないな、結婚式だろ。いや、そんな大げさなことじゃなくていいのよ。あの、二人の幸せを祈って、やつと鉄を囲む会でいいからさ、ってお願い。うん、けどな。聞く坊、ルリコさんに頼みに行ったんだよ。え、二人の結婚式するからピアノ弾いてほしいって。はあ、ルリコさんだったらきっと素敵なピアノ弾いてくれるんじゃないかって、二人のためにお願いしに行ったんだよ。自分で弾くってことは考えなかったな、あいつ。いや、そういうやつなんだよ、菊坊は。なんかこうストレートじゃないっていうかさ。いや、けど考えてみて、多分ここずっと何年もの間、半径500メートル以上外に出たことがなかった菊坊がよ、二人のためにそ
外に飛び出したんだよ。キックボーにとってはきっとすごい決心だったと思うの。そりゃちょっとずれてるし、なんか